どうも、最近夕方の4時に起きてます。モコと申します。今回は、僕が皆さんに隠していた、趣味というのを、晒していこうと思います。まあ、といっても、結構その動画とか、ちょろちょろその自分の配信とかで話すんで、もう知ってる方もいると思うんですけども、僕は、バーチャル YouTuber が大好きです。はい。ことの発端は、去年の12月に、ニコニコ生放送をしてる時に、ある視聴者の方がコメントで、お前、バーチャル YouTuber の動画見ろよ、みたいなコメントしつこく連動してたんですよね。で、それに対して僕は、は、死ねよ、売名が、みたいな感じで思ってたんですよ、最初は。なんですけども、ちょっと本当にそのなんか、暇になった時間で、まあ、ちょっとみんな見るか、みたいな感じで、配信中に見たら、思いのほか、まあ、可愛くて、なんて言うんでしょうね。その自分、まあもうそれ、今回の動画でね、ほんと失望される方多いと思うんですけど、結構声とかに、興味があるんですよね。興味があるというか、関心があるというか、その、人の、声、声飯なんですけど、やっぱそのね、バーチャルチューバーのその、バーチャルで動く姿も可愛いし、やっぱあと声もすごい可愛らしくて、ちょっと、ハマっちゃったんですよね。ていうのも、まあ、俺も結構僕人の配信とか人の動画も結構見るんですけど、でもなんか、生身の人間って、まあ、僕も含めてそうやけど、やっぱその人のどうしても裏って見えてきちゃうやん。好きになればなるほど。わかるこの感じ。だからこそ、よく言われるのが、信者が、アンチに寝返るみたいな。いや、そう、本当に好きやった人ほどアンチになりやすいみたいな言うじゃないですか。っていうのはやっぱその、で、最近もう果たして SNS とか、ね、その動画のなんかいろんなその人との関わり合いのとかでやっぱ深く追ってると、あ、この人実はこういう人だったんだみたいな。あ、この人こういうのをやってて、今までこういう感じな、あれだったんだみたいな。こういうところで繋がりがあるんだみたいな。裏が見えてくるのが僕すごい嫌で、そう。なんか嫌なんですよね。あんまり知りすぎたから好きな、もコンテンツをそう深くまで知りたくないけど、やっぱどうしても耳に入ってきてしまう。で、バーチャル YouTuber って、もうそのバーチャル、その場にしかいない存在だから、もう裏も表も関係ないんですよね。だから本当に純粋な気持ちで応援できてしまう。そう。そういったところにちょっと惹かれてしまって、ちょっとバーチャル YouTuber 好きになっちゃったんですよね。まあなんかその、まあ企業が絡んでるとか、まあいろんなのあると思うけど、それってただのその、大人の事情っていうか、あくまで企業の裏でやって、ね、バーチャル YouTuber の絆愛ちゃんっていう存在もそこにしかおらんわけやから、もう中の人がどうとか、その企業が裏が絡んでるとかどうとか、そんなどうでもいいねん、俺は。愛ちゃんっていうのはそこにしか存在しない。配信者はいろんなところに存在するかもしれんけど、人間界に存在して、ね、ツイッターにいて、SNS にいて、なんかインスタグラムとかなんかやってて、その他の人とコラボしてみたいな感じであるけど、バーチャル YouTuber ってそこにしか存在しない。だから、ね、何回も言うけど、純粋な気持ちを見てられる。そう。で、ちょっとね、本当にみんな惹かれるかもしれない。これを言うと。僕去年のコミケ、冬コミ、実は行ったんですよ。3日目にこっそりね。まあ、年末どうしてもやっぱ家に引きこもってずっと動画ばっか作ってたから、なんかもうそんなに1年終わんの嫌やなと思って、せめて年末ぐらいなんか一つイベント参加しようと思って、コミケに行ってきたんですよ。で、そこで唯一買ったものが、ちょ、もう今、悲観とってるのマジでこれ。これね、キズナアイちゃんの18禁同人誌、これ別に読むとかそういうんじゃなくて、なんかせっかくコミケ行ったのに何も買わずに帰ってくるのはもったいないからと、そういう一心で、まあ、ちょっとパッて目に入ったり買っちゃいました。うん、別に読んでないっす。中身は読んでない。俺はこういうそういう目で見てないから、キズナアイちゃんもね、そういうんじゃないけど、やっぱまあ、なんか純粋な気持ちで応援っていうかね、やっぱ、キズナアイちゃん、まあ、今度グッズとかもなんか出すらしい。なんか、ネンドロイドのあれ出すらしいやんか。そういうのもなんか買って、なんか普通に、まあ、自分も YouTuber みたいなもんやけど、で、やっぱね、バーチャル YouTuber が台頭してきたら、やっぱ俺ら人間ってどうなっちゃうんだろうっていうふうに思うのもあるけど、正直本音で言うとね。やっぱそういう気持ちを上回って、やっぱ彼女らには魅力がある。ごめんなさい。もう今回はそういうのをちょっと僕熱く語らせていただきました。はい。まあ、多分ね、結構ね、まあ、こういうのに結構抵抗ある人いると思うんでね、もう、まあ、ね、ちょっと今回の気分がされた方いらっしゃったら本当に申し訳ないんですけども、今僕はまあそういうのにハマってるということをちょっと皆さんにお伝え しておかなければいけないなと思ったんで、ちょっと今回こういう動画を撮らせていただきました。はい、ご清聴どうもありがとうございました。